畠山氏は平安時代末期から鎌倉時代前期にかけて武蔵国で勢力を張った豪族。秩父氏の一族で平家物語にもその活躍が描かれている畠山重忠の第二最盛期を築いたが鎌倉幕府の内部構想で北条時政の作望により滅ぼされた。その後、足利義順が畠山姓の名跡を継いだがこれが三観令家として なお連ねる家柄となった、厳正畠山氏である。秩父茂綱の息子、重広は長男であるにもかかわらず、秩父氏の家督を継ぐことはなく、弟である重高が継いだ。重広の長男、重吉は、武蔵国おぶ薄間郡、畠山郷にて、畠山氏を称したが、これが平成畠山氏の始まりである。なお、弟の有重は、小山田氏を称し、妹は、 ネネにとついでいる。本来ならば着流であるはずなのに、総領の地位が、おじの重隆に握られていることに重げは、不満を感じていたらしく、大倉合戦で、源義平の軍勢に従い、おじ、重隆を滅ぼす。この時、しげよは、重隆の娘婿である、源義方の意地、駒大丸の命を救っている。総領をめぐる争いは、後々までを引き。 結果的には、秩父子衰退の原因となった。1180年に、源の頼朝が挙兵すると、重吉の息子、重忠は、本家の川越重頼に従って、頼朝追悼軍に参加したが、後に服属した。そして、重忠の代に、畠山氏は、大躍進を遂げることとなる。すなわち、重忠は、頼朝の平家追悼。 欧州合戦で功を立てたばかりではなく、本家の川越重頼、より、が粛清された後、七士僧侶を望も得たのである。かくして、重忠は、武士の官と称えられることとなった。重忠は正室に、北条時政の六条を迎えている。しかし、重忠の名声を、北条時政及びその妻である末期の方は妬ましく、思いつぶそうとした。そして、 1205年に茂忠のいとこである、稲毛茂成、新海茂友を抱き込み、最初に茂忠の着難重宝を地祭りにあげた。茂忠も息子の茂秀と共に、武蔵区に二股川で討ち死にした。稲毛、新海一族も後に滅ぼされ、平成畠山氏の着流は滅亡した。茂忠の維持、重慶も後に粛清された。畠山の姓は、足利義順が継承している。 畑山重忠の維持及び兄弟の子孫を称する氏族が複数存在する。重忠の嫡男、重康の息子茂之は、目黒氏を称し、弟の重春、重勝は中根氏を称したという。抜師、重国の子、重長は、江戸長公の養子として、武蔵江戸市七大当主となった。次男、重秀の子孫は、藤田氏を称し、戦国時代に、 ご方城氏の家臣に見える秩父氏はその末裔という。抜氏、重慶の子孫は、上坊寺氏を称し、欧州の大族として活躍した。系図には、重忠の遺事として、重都氏、窓川る、重政の長見へ、それぞれ宮野原、大久保、伊田氏の祖となったというが不明。南北朝時代に活躍した、篠塚茂弘は、重忠の子孫とされる。 重忠の兄弟の系統では、長兄の重光は、伊地知氏の祖となり、子孫は、薩摩の豪族として活躍した。自邸の重臣は、長野氏を、三邸の重宗は、渋江氏をそれぞれ称したとされるが、重宗に関しては、渋江は、御殿で正しくは、渋口氏であるとする説も出されている。秩父重げ畑畠山重義を山田有重 一地しげみつはたけやましげただながのじゅう、きよししぶえしげむね。しげひでえ、ほじゅうけいしげとしまどかわかるしげまさじょしつ。めぐろしげゆきなかねしげはるなかねしげかつしげくに。ありがとうございます。